コニーポネジです。ピッピヒグチです。昨日はですね、なんだっけ、スターターセット伝説を紹介しましたけれど、今日はそれ以外の2商品、こちらの GX 対戦スターターセット、それからこちらの、プレミアムエディションを紹介しながらね、対戦もしていこうと思います。まずね、プレミアムエディションですけれど、まあ、中はね、こんな感じですね。はい、普通にスタダがそのまま入っているのと、パックも入っていて、で、こういう、カード、デッキケース、うん、デッキケースも入っているという感じです、はい、いいですね。もう一個はね、こちらの対戦スタータースペシャルセットです。トイザラス限定、こんな感じでデッキが2商品分のデッキと、あと GX バトルブーストが3パック、それからカップデテフとカップレヒレがね、プロモカードについてきて、加えてデッキケースもね、2デッキ分入ってます。いいっすね。今日はね、このカブブルル GX とこのソルガレオ GX、ルナーラ GX デッキの2デッキで対戦をしていくと。さらにね、昨日の対戦もあったんで、このハイクラスパック3パック分でちょっと改造して対戦をしようと思います。よき、じゃあ完成しました。しました。バトルスタート。お願いします。お願いします。いきます。コスモークよし、引いた。コスモーク引いた。チョニヤギつけて終わります。はい、ピッペンは引きます。はい、ペンペンじゃない、ガルーラに基本雷エネルギーつけます。はい、そしてハイパーボール、あ、強い。はい、で、いきなりですが、うん、ポケモンキャッチャー。うわー、はい、まずい。はい、そう、昨日裏出しちゃったんで今日は表出ると思います。いけ、よい。なるほどね。よし、なるほどね。はい、そしてなんと高校だから技を使えちゃう。はい、はい、振り下ろす。うわー、ダメージです。つらい、はい、いきます。ハイパーボール使ってコスモーム。はい、よし、ポケモン入れ替え。くっそ。はい、ちょい入りつけてフラフラパンチ。30ダメージを与え、単に混乱。よし、どうぞ。ピーちゃん引きます。はい、はい、危ねえ。じゃあリーレ、あ、強い。はい、リーレで今2枚なので4枚引きます。ハイパーボール、はい、ンジムシ、うん、はい、でそのまま進化させます。はい、はい、振り下ろす。はい、コイン、うらうら、表。はい、表でしたね。はい、画面外でしたけれど、はい、表でしたね。はい、はい、で、ピッピの番終わりです。引きます。頼む、サポート。リリエ5枚引きます。3、4、5。ネストボール、コスモック、ルナーラ GX に進化。超エネルギーをルナーラ GX につける。フラフラパンチ。はい、はい、どうぞ。ピッピの番ヤマフラ1枚引きます。はい、ベンチのネジムシクワガノに進化させて、はい、ハラ使います。お、はい、なるほどね。ネストボール、はい、はい、ってくるのはカプブルル GX。 ついに来たね。はい、ついに来たか。やっとです。はい、ベンチにカプコケコを出して、ライトカプコケコに基本雷エネルギーを出ます、うん、はい、そしてここでクワガノのトスでストロングチャージ来ましたね。はい、はい、でこれをカプブルルGX につけます。はい、はい、はい、振り下ろす。うら、表、表、うら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 、はい、自分に30。よくしゅ、強いな、今度引きます。はい、ポケモンキャッチャー。ういうい、ちょっとクワガノンさんを、ちょっとそれは、フラフラパンチ。よっしゃ。じゃあピッピの番ヤマフラ1枚引きます。はい、ストロングチャージ。ストロングチャージ、はい、はい、ワガノにつけて、おう、スワッシュしてそのまま逃げます。なるほど、逃げたか。そして、
振り下ろす、はい、段を終わります。なるほどね。いきます。ミストボール、コスモンク出します。はい、いっちゃいますか。不思議な目でソルガリオジックス、ウルトロードの方に。マジウルトロードの方。はいはい。超エネルギーつけてウルトロード特性を使って逃げまして、厳しすぎる。ルナージックス前に出て架空で50ダメージで倒します。目の前のフライ1枚引きます。はい、でここでストロングチャージの特性、はい、どんどん中に、はい、これをこうかな、アウト4枚引きます。腹ね、腹で、あ、腹です、腹、はい、ロジカルだ。あ、そうだ、はい、4枚引きます。で、回転飛行、はい、はい、それで20ダメージずつだった。うは、ファッチールがここで気絶しますね。はい、最後と引きます。これでそっちのスズンさばきでルナーラジックスが倒されてしまうというギリギリのところになってしまった。まあまあね、ラティオスとカップテテフをトラッシュして4枚引きます。はい、コスモック出します。コスモック出して不思議な飴使ってソルガリオジックス、おで、ダブルムショックエネルギーつけて逃げます。はい、逃げてソルガレオ GX 前に出てきてターボストライク120ダメージで倒します。はい、気絶です。はい、1枚取れ。はい、カッコケコ出します、うん、はい、で、ピッピの番やるか引きます。はい、まあまあ、はい、で、2枚トラッシュして4枚引きます。はい、強い。で、ベンチにピカチュウを出します。はい、ストロングチャージ使います。はい、そしてで、これをカッコケコにつけます。はい、そしてカッコケコのライトニングボール、はい、100ね、はい、100ダメージ。なるほど、はい、引きます。はい、3枚引きます。コスモームに進化します。ハイパーボールで超エネルギーと、あ、ターボストライク効果忘れてた。僕の番なんですけど、その前にさっきのターボストライク分をね忘れてたね、ごめんなさいね。ターボストライク分、はい、ずるい。皆さん忘れずにね。うん、はい、はい、失礼しました。で、1枚引いて、はい、で、コスモウムに進化、超エネルギーをつけまして、ターボストライクで倒します。はい、はい、ピカチュウ、はい、はい、で、ピッピ、山下1枚引きます。グズマン、あ、まずい。じゃあ、うん、はい、ルナラジックス、ルナラ、マジか。ピッピもカップブルル GX を、はい、で、ここで、なんか、あ、ご準備しなしていきます。そして、はい、自然の裁き180ダメージ、はい、180ダメージ、トラッシュ、はい、します。うわー、はい、バイバーイ。2枚に取れる。はい、スモーム、いきます。あー、まずいな、これはまずいことしたな、まずいことしたな。レスキュータンか。え、嘘やな。はい、ルナラジックス加えて進化します。さらにダブル無色エネルギーをつけまして、レクイエム GX 250ダメージでカブル GX をくずー。くそー、すごい、すごい。はい、ピッピの番、ヤマフラ1枚引きます。はい、ハウ3枚引きます。はい、はい、ポケモンキャッチャー、熱い、それがね、オッケー。はい、はい、ほい、よいしょ。ストロングチャージで山札から、はい、はい、つけて、はい、大中に進化させてエボルショック、ね、はい、麻痺です。手札から基本神のエネルギーをつけて、はい、ビッグバン終わります。ほい、引きます。特性ウルトロードを使います。ふい、ルナラジックス前に出てきて、ルナジャベリン2枚トラッシュ、200ダメージを与えて内中倒してビクトリー。というわけでね、結構いいデッキが2デッキともついてきて、かつね、GX バトルブースを使って改装もできるという面白いスペシャルセットなんでね、ぜひ皆さんも購入してクリスマスプレゼントとかにねぴったりだと思うんでね、よろしくお願いします。また次回。